こんにちは、渋谷で美容師をしております内山ひかるです。今回は今人気の韓国風アレンジムルギョル巻きをやっていきます。ムルギョルとは韓国語で波という意味で、日本で言うと波巻き、ウェーブ巻きだったりっていう意味があるそうです。ムルギョル巻きをチャレンジしていただくと大きいウェーブが作れるようになって、より女性らしいようなアレンジをしていただけると思いますので、ストレートアイロンで今回は簡単に試してみていただけるよう解説していきます。それではやっていきましょう。前髪を一度濡らした後に、この絹糸ドライヤーのスイッチを入れた後に風量ボタンを押していただくと、風量が下がって熱量が上がるので、そちらで髪を整えていきます。前髪をこするような感じで乾かしていきます。その後に手ぐしを通しながら熱を当てていただくか、粗めのコームを使いながら中からブラシを入れるような感じでドライヤーを通していただくと均一なツヤが出るのでおすすめなんですけど、これは結構難しいっていうお声もいただくので、上から溶かすような感じでドライヤーを使っていただくと同じような効果が出るので、そちらをぜひ試してみてください。早速セットしていきます。キヌージョストレートアイロンを使っていきます。温度は160度に設定しています。まず前髪を取っていただいて、根元から挟むように上に持ち上げるように通していきます。根元から大きく円を描くように通していただくと、シースルーバングも簡単にきれいにセットできます。後ろはピンで分けて巻いていきます。これは少し少なめの毛束を取って巻いてあげるのがポイントです。一束分ずつ分け取っていただいて、ストレートアイロンを根元の方から丸み、へこみ、丸み、へこみで巻いていきます。結構難しいっていうお声をいただくんですけど、これは途中で止めたりせずに一気に巻くことによって綺麗なウェーブができるので、ウェーブを作った後上で少し冷ましていただくと綺麗にウェーブができるので、手先が外巻きで終わるような等分でやってあげるようなイメージがおすすめです。でまた一束分で取ってあげて上を留めていきます。今と同じ工程を髪全部にやっていくので、この巻きは時間がある時がおすすめです。私は髪があまり多い方ではないんですけど、5束以上は巻かないといけないので、結構時間のかかる巻きではあります。では残りを同様にやっていきます。巻き終わったらこの根元のところをストレートアイロンで丸みをこう円を描くように通してあげます。で顔周りのくるみは後ろにスーッと引くような感じで、こちら側も同じような感じで丸み、へこみで巻いていきます。はい、巻きが完成しました。私はカットでレイヤーが入ってるので上と下の長さが違うので結構難しいんですけど、この巻きをより簡単に試してみたいという方はあんまりレイヤーを入れないカットがおすすめです。毛先を外巻きにしていただくとより韓国っぽいムルギョル巻きができるので、ぜひそちらがポイントなので試してみてください。またストレートアイロンは160度で優しく使っていただくとダメージも少なく簡単に巻くことができるので、大きいウェーブを描くような感じで使っていただくとこういった巻きが簡単にできるので、ぜひやってみてください。巻きが終わったら半プッシュほどオイルを使っていきます。韓国巻きはあんまりウェットにしたくないので、オイルもそんなにつけないのがおすすめです。つまむように毛先はしっかりめにつけていただいて、パサつきをなくすような感じで、前髪は毛先にちょっとつけていただくだけがおすすめです。で顔周りも毛先の方に少しだけつけてあげてください。はい、こちらで完成しました。ということでいかがだったでしょうか。今回は渋谷で美容師をしている内山ひかるがムルギョル巻きを紹介させていただきました。こちらに私のインスタのアカウントも載せさせていただいておりますので、
ぜひチェックしてみてください。このキヌージョ公式チャンネルではヘアケアやヘアアレンジ、髪のハウツーをご紹介しておりますので、ぜひチャンネル登録、グッドボタンを押していただけたら嬉しいです。その他のキヌージョ公式 SNS も載せさせていただいておりますので、チェックしてみてください。それではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバーイ。